昭平君は中国戦国時代の座への講子。姓は、氏は熊、忌み縄慶。その高烈王と旗の将、女王の娘の間の子。紀元前271年、前年に、春申君と共に、人質として、新に入っていた、その大使館と、明ら女王の娘の間に生まれた。紀元前263年、春申君が大使館を座へに逃がすと、 火曜夫人に養育された。紀元前249年、総上王の第二出資。紀元前246年、旗王政の時代に、女子大部となり両夫を補佐。紀元前238年、が背くと、おじのま文君と共に鎮圧した。紀元前237年、両夫が小国を罷免された後は、の反乱を鎮圧した功績を評され右上昇となった。 紀元前226年、その攻略に必要な兵数の議論をめぐって王戦が将軍を罷免となった際、旗王政をいめたため、その怒りを買って将兵軍も上昇を罷免された。また、旗王政は、紀元前230年に滅ぼした菅の球との新帝で菅の球審による反乱が起きたため、鎮圧すると菅王康を処刑して、これを完全に滅ぼした。 このために、スワイのキュートのエイチンの民が動揺したため、その講子でもある、昌平君が当地へ送られ、その民を安部するように命じられた。紀元前225年、李神と盲に率いる20万の神軍が、その首都のエイに向け進行。神軍が受春に迫った時昌平君がいる、エイチンで反乱が起き、李神の軍がこれを討ちに向かったところを、 諏訪江の将軍の甲ウの奇襲により、新軍は壊滅的打撃を受けた。紀元前223年、異母兄弟の相応不数が新に捕らえられ、蘇が滅亡すると、甲ウにより、ワイナンで、相応に立てられ、旗に背いたが、王戦、毛武氏に敗れて戦死した。ありがとうございます。